左で外説されているサブクローニングの手順を示す。分子生物学においてサブクローニングは特定の DNA 配列を親ベクターから目的ベクターに移動するために使用される技術である。サブクローニングは関連技術である分子クローニングと混同してはならない。まず制限コースを使って親遺伝子から目的の遺伝子を切り出す。インサートは 他の DNA 分子から単理するために生成される。一般的な生成方法は、ゲル分離である。その後、ポリメラーゼレンサ反応を使用して、遺伝子のコピーを増幅する。同時に、同じ制限酵素を使用して、挿入先を消化する。同じ制限酵素を使う背後にある考え方は、相互的な粘着末端を作成することで、後のライゲーションを容易にするためである。 目的ベクターのセルフライゲーションを防ぐために、ホスファターゼも加えられる。消化された目的ベクターは単離し、生成される。次に、インサートと目的ベクターを DNA リガーゼと混合する。インサート遺伝子と目的ベクターの典型的なモル比は3、1であり、インサート濃度を高めることにより、セルフライゲーションはさらに減少する。反応混合物を特定の温度で、 一定時間放置すると、インサートは目的プラスミドに正常に組み込まれるはずである。多くの場合、そのプラスミドを大腸菌のような細菌に形質転換する。細菌が分裂するときに、プラスミドも複製されるのが理想的である。最善のシナリオでは、それぞれの細菌細胞がプラスミドの複数コピーを持っているはずである。かなりの数の細菌コロニーが成長した後、 それらをミニプレップしてプラスミド DNA を回収することができる。形質転換された細菌のみを確実に増殖させるためにマーカー遺伝子をセレクションのため目的ベクターに導入する。典型的なマーカー遺伝子は構成物質体制または栄養素上構成に関するものである。そのため、例えばマーカー遺伝子は 抗生物質アンピシリンに対する耐性を示すものとすることができる。もし、所毛のプラスミドを導入するはずの細菌が所毛の遺伝子を導入していれば、それらにはマーカー遺伝子も含まれているはずである。これで、そのプラスミドを導入した細菌はアンピシリンで増殖できるようになる一方、所毛のプラスミドを導入しなかった細菌はアンピシリンで破壊を受けやすくなる。それによって、 正常に形質転換された細菌はセレクトされることになる。この例では、哺乳類遺伝子ライブラリーからの遺伝子を細菌プラスミドにサブクローニングする。細菌プラスミドは、環状 DNA の断片でプラスミドの正しい場所に配置された場合、細菌が遺伝子産物の生成を可能にする調節エレメントを含んでいる。その生産部位は、 互換性のない粘着末端を持った二つの制限酵素切断部位 A と B によって挟まれている。哺乳類 DNA はこうした制限部位を持たないのでオーバーラップ身長 PCR 法によって制限部位が組み込まれる。そのプライマーは制限部位を慎重に配置するように設計されており、タンパク質コーディングがインフレームになるように、またタンパク質の両側に 最小限の余分なアミノ酸が埋め込まれる。この新しい制限部位を持った、哺乳類遺伝子を含む PCR 産物と目的プラスミドの両方を制限消化にかけ、消化産物をゲル電気営動で生成する。互いに互換性のある粘着末端を持つ消化産物をライゲーションにかけ、 元のプラスミドの背景要素とは異なるインサートを含む新しいプラスミドを作成する。このプラスミドを最近に形質転換し、インサートの同一性を DNA シークエンシングにより確認する。ありがとうございます。